こんにちは、ゆうほるんです。神奈川の方からファンレターを送っていただきました。早速いただきます。じゃん。ゆうほるんさんへ、突然でごめんなさい。私は、公立中高一貫校に通う中二女子です。ある日、死にたいと検索したら、ゆうほるんさんの動画が出てきて、とても励まされました。その他の動画も見させていただいて、本当に励まされました。本当にありがとうございます。これからも頑張ってください。さて、私には悩みがあり、相談に乗ってもらいたいのです。顔も知らない他人からの相談なんて迷惑ですよね。ごめんなさい。私の悩みは、自分自身のこと、家族のこと、人間関係のこと、学校、過去先生のことです。いろいろなことが複雑に絡み合っていて自分でもわけわからないんです。まず私の家庭は、特別問題があるわけではありません。至ってごく普通のどこにでもある家庭だと思います。私は夏休み明け、8月の終わりに初めてリストカットに手を出しました。授業中で友達とふざけていて遊び感覚だったのですが、家に帰ってから本気でリストカットをしました。その後1週間毎晩繰り返した末、早くも母が気づきました。なぜリストカットをしたのか今でもわかりません。しかし血を見ていると私は生きていると実感できるのです。母は私を責めはしませんでした。癖になるからやめなさいよ、また何かあったら言いなさいよとだけ泣きながら言っただけです。周りから見たらいい母親でしょうが、私は憎いです。大嫌いです。リストカットに手を出した頃は私はとても暗く元気がなかったようで、両親や学校の先生、友達までもが私のことをとても心配してくれていたみたいです。私は全く記憶にありませんが、周りの人が心配してくれていると知ったとき、私はどれだけ迷惑をかけているんだとものすごく自分が嫌になりました。ただ両親に心配されたくはありません。なぜなら今まで私のことを自分たちの道具としてしか見てくれなかったのに、なぜ今頃心配なふりをするのかと思うからです。本当に両親に心配かけたくないというか、心配しているふりをもうしないでほしいです。私は幼い頃から親の気分によって甘やかされたり厳しくされたりして、常に親の顔色ばかり伺って真面目な優等生を演じてきました。そうしないと認めてもらえないような気がして、母は私のリストカットを知ってから、何かあったら言ってよ、どんなあなたも大好き、愛しているといったことがありましたが、そんなのは上辺だけ、愛してなんかいないと思うので未だに演じ続けています。だからバレてからも繰り返したリストカットは母に報告していません。私には小1と小5の弟がいます。小5の弟は何でも母に言う子ですが、小1の弟は私と同じでいいことしか言いません。母はそれに気づいています。何でも言いなさいと言っています。でも言っても聞き流され、否定され、怒られ、言えない気持ちすごくよくわかります。だからお姉ちゃんだけには言ってねと言っています。弟には私と同じ道を、同じ気持ちを味わわせたくありません。リストカットを知っているのは母と先生です。父は知りません。先生というのは担任と私を心配してくれている先生たちのことです。先生たちは私のこととても心配してくれていて嬉しいのですが、本当は迷惑だと思っているんじゃないかと不安です。いろいろと話を聞いてくれますが、迷惑ですよね。何度か授業放棄をしたこともあり、その度に担任は私のそばにいてくれますし、リストカットするたびに担任に報告しています。でもやっぱり迷惑かなって。昨日は参観日で母と弟2人が来ました。担任と母が話しているのを見て、先生が私が言わないでと言った相談したことを母に伝えているのではないかとすごく不安になり、吐き気、腹痛、頭痛に襲われ、その後予定されていた講演会も途中で退席しました。その時他の先生たちにも迷惑かけてしまって自分が嫌です。その後の部活では辛かったけど楽しかったので参加しました。部活だけは楽しいです。陸上部なので、きついメニューもありますが楽しいです。講演会は途中退席したのに部活には出た。先生たちにはこの行動をどう思われているのでしょう。最後に自分自身のことです。私は気分に波があり、人を褒める時とけなす時とあって、周りからはツンデレ、天の弱と言われています。気分に波があってついていくのが大変だけど、
ついていかないとおかしくなる気がして仕方がありません。私は境界性人格障害かもしれないです。どうしたらいいですか？自分が嫌です。とてもどうして生きているのか、なんで私なんかが生きているのか、死んだ方がいない方がマシですよね。ごめんなさい。マイナス思考で、長文で、乱文で、字汚くてごめんなさい。意味不明の文で、こんなダメダメな私に何かアドバイスをいただけると嬉しいです。PS、誤字脱字があったらごめんなさい。ということで、はい、ということでね、死にたいってこう検索したことはまあきっかけになってね、まあ知ってくれて、うん。で、その後他の動画も見てくれたそうで、うん、ありがとう。ね、私に何かアドバイスをいただけると嬉しいです。ということで、うん、今ね、こう手紙読ませていただいてさ、うん。おそらく、このお手紙に書いていないんだけれども、その書いてある以外のことでも、他にもまあいろんな思いであったりだとか、いろんな過去あったことっていうかね、まあお家の中でこういうことがあったとかって、うん、きっとまだまだあるよね。多分書かれていないことで大事なことがきっといろいろあるんじゃないかなって感じた。まずなんかね、あんまりこう迷惑かなとかってね、あんまりそうやって心配しなくて大丈夫かな。 ねこう夏休み明け8月の終わりに、まあ、リストカットを始めてやったと。でその後1週間こう毎晩、うん、リストカットしたんだね。でそれでお母さんが、まあ、気づいて、まあ、癖になるからやめなさいよと、うん、また何かあったりなさいよって、まあ、泣きながら、うん、言ったんだね。でそのリストカットのことはそのお母さんと、まあ、先生にはあなたからこう報告を、リストカットするたびに報告を知るんだね、うん、でお父さんは知らないっていうことは、うん、まあ、お母さんからね、あなたがリストカットしてたのよみたいなことは言っていないっていうことだよね。まずね、お手紙読みながらすごく思ったんだけどね、そうじゃないかなって思ったんだけどね、きっとあなたはかなりしっかりしてるっていうかね、まあいろいろね書いてあったけどさ、まずお家、まあ、家族、まあ、お家としてきっとそのお家の外がから見るとっていうかね、その周りの他人から見た時になんていうかな、まあ評判のいいっていうのが適切なのかな、うん、まあまあいいお家、いい家族っていう風に多分なんかそのご近所から見えてたりするんだろうなと思ったのね。まあ、ちょっとねこうアドバイスをっていうことで、うん、ちょっとねわからないとこもいろいろあるんだけどさ、うん、だからもしねあなたが今ここにいたらいろいろ聞いてみたいくらいなんだけどさ、うん、例えば お父さんってどんな方なのかなとかね、もしかしたら お母さんよりお父さんの方が強いんじゃないかなとかね、うん、まあ、あとはその学校での先生を除いた人間関係はどうなのかなとか、うん、あなたが小学生の時どうだったのかなとかね、うん、でちょっとねこうなんじゃないかなってちょっと推測で、うん、なんかこう決めつけるわけじゃなくて、うん、こうなんじゃないかなって推測でちょっとお話ししようかなと思うんだけど、うん、だからもしね、いやそれは違うんですってなんかあったらさ、またぜひ教えてもらえたらと思うんだけど、こうもしかしたら小さい頃からね、うん、あんまりこう両親にこう甘えることとかができなくて、うん、でご両親はこうなんていうかな、まあよく言えばなんか子供の将来のこととかを、うん、すごくいろいろこうまあ、考えているというか、うん、ただそのご両親が求める子供にはこうあってほしいみたいなのをすごくこう子供側からするとなんかそれを求められている感が強いっていうか、なんか普段の中でまあ甘えることがなかなかできなかったりだとか、うん、で自分のことをこうなかなかこう認めてもらえたっていう実感することがあまりなかったのかな。なんかその中でその自分のことを見てくれる時だとか、まあ、認めてくれるっていうことに近いようなことっていうのが、例えば、ね、もしかしたらその小学生の時とかなんか塾とか通ってたのかなとかちょっとね思ったりするんだけど、なんかその例えばテストの点数だったりだとか、うん、なんかそういうところだけでしか自分を見てくれないみたいな、まあそこにはなんかこう、まあ、世間体とかも乗っかってくるのかもしれないけど、なんかこう甘えたい欲求だとかさ、うん、なんかそういうのがこう消化されずにずっと残ったまま、なんかひたすらこう親が望む子供、うん、になろうと頑張ってきたのかなって、まあ、それは一つ認められるために、もしかしたらお母さんはこうあなたや弟さんとは関係ない何かこう不安とか悩みとかをなんか引きずってきたんじゃないかなとか
引きずってるんじゃないかなとかちょっと考えたりするんだけどね。でこう学校の先生とは話す、よく話すんだよね、うん、先生の方から来てくれるのかな、で迷惑ですよねとか、あんまりそこは心配しなくて大丈夫だと思うよ、ね、結構話しやすい先生が多いのかな、ね、優しい大人の人って感じなのかな。でまあこう読んでて、なんかこう不安とかよりも怒りの方がなんか強い感じがするね。だからこうまあアドバイスってことで、まあその一つとしては、そのまあ憎しみとか怒りっていう部分、それをこう一回全部こうなんかこう洗いざらい吐き出して、まあこうなんか送ってくれたりとかさ、なんか今までこうそれをこう口にしたりすることとか、まああんまり思ったりすることが許されなかった、いろいろそういう思い、そういうものを一度全部こう吐き出してみる、なんかこう吐き出せば楽になるっていう、そういう意味合いもあるけど、まあそのまあ他に一つね、うん、あの自立っていうのは、その今の家を出て一人暮らしするとかっていう、その自分で立つっていう自立ではなくて、自分の字は一緒なんだけど、立は自分を律するっていう風の自立っていうのがあって、ちょっとそれ検索してみてほしいんだけど、まあ簡単に言えば他者からのコントロールによる支配っていうものから、その自分が自分をコントロールしていく方にこうシフトしていくっていうかね、さっきね、こういろいろ推測していろいろね、こう話したけど、なんかそれにこう近いところがもしあったとしたら、うん、まあその今までその表現したりだとか苦心したりってことを許されなかったような思いとかっていうのをね、うん、全部一度こうぶちまけてみることによって、うん、その今のなんていうかな、そのキャラの下に眠っている言葉っていうのを出してみる、うん、なんかそれによって今までこう縛りつけてきたもの、まあそれは例えば親御さんの言葉であったりとか、なんか教育方針みたいなものかもしれないし、まあ他にもいろいろあるかもしれないけど、なんかそういうものを打ち崩した自分をこうやっぱ出すっていうかね、うん、やっぱずっとそういうものを押し殺してきただとしたら、やっぱりそうやって苦しかったことだと思うしね、なんかこう認めてもらいたいんだけど、大事なところを見てもらえないとか、うん、褒めてほしいんだけど、なんか親が褒めるときっていうのは、例えばそのなんか勉強でいい成果が出せたときだけとか、なんかそういうことが積み重なっていくうちに、なんか元々の自分自身っていうのがなんかどっか行っちゃったような、なんかもう元々の自分自身の上になんか親に認められるために、なんかこういう子供を演じてとかって、なんかどんどん積み重なっていって、うん、なんかいつしかそのなんか元々本来の自分っていうものがすごくなんか底の方に行っちゃったみたいな、ね、もしなんかそういう感じがあるとしたら、うん、何かそういう一回吐き出してみるっていうのはいいかもしれないね。なんかもうこういうのがすげえムカついてとかさ、うん、なんかそういうあんまりこう綺麗に、うん、なんか表現しようとする必要は全然なくて、うん、なんかそういうのをね、まあ送ってもらってもいいし、なんか送らないまでもこうなんか書き出してみるでもいいですしね、まあ今すぐできることとしてさ、まあその吐き出すっていうのは吐き出して終了じゃなくて、まず吐き出してみて、うん、でそこからまた次の段階を考えればいいっていうところで、うん、でまああとはさ、こう部活は楽しいんだね、うん、ね、その中学、俺もね中学時代陸上部だったんだよ、うん、俺ね高跳びをやってた、うん。で部活の時はこうなんかこう生き生きするのかな、なんかこう解放された感じっていうか、なんかこうありのままでいられる感じなのかな。まあ部活もまあ一つとして、でまあ親がそれいいと思うかどうかっていうのをまたちょっと置いておいて、もしあなたの中でなんかさ楽しいこととかやりたいこととかあったら、うん、それにぜひ力をどんどん注いでみるのもいいと思うんだよね。そういうのも大事だと思うんだよね。まあ、ちなみにそのさ講演会をやすね、退席したんだけど部活には出たことを先生たちはどう思ってるのかなとか、あんまり心配しないで、そんなに心配しなくて大丈夫だと思うんだけど、逆に多分先生がもしそれを見たら、あ、そうか、部活はなんかこうなんていうかな、部活っていうのはあなたにとってその大事な場所なんだなって逆に思うかもしれないし、うん、そのまあ講演会の時とは本当辛かったんだろうなって、うん、なんかこうやっぱさ、まあ、あなたとしては部活に出れるんだったら講演会
途中で退席するなよみたいに思われてるんじゃないかみたいなやっぱ不安があるのかな。まあね、いろいろその先生は、まあね、やっぱリストカットのこととか、まあ、いろいろ話を聞いてるみたいだし、まあ、ある程度はその辺さ、うん、なんていうかな、分かろうとなんかこうしてくれてるんじゃないかな。だからあんまりこう迷惑かなとかいろいろ心配するよりかは、逆に先生からすると、うん、やっぱ先生もこうね、こうどう何がどう苦しいのかなとかさ、うん、なんていうかその心の中を探ろうと思ってもやっぱり分かんないこといっぱいあるじゃない、うん、で逆にそういうのを伝えてもらった方が先生も分かることってあると思うしね。あとその境界性人格障害かもしれないですってことなんだけど、まあちょっとね、文章からだけだとね、ちょっとやっぱね、あの、なんとも言えないっていうか、ちょっと下手に言えないっていうところが、まあちょっとあるけどね。やっぱりこう、うん、まあちょっとね、あの、手紙読んでいてね、いろいろ書いてくれて本当にありがとう。うん。ちょっとね、わかんないところもいろいろあるんだけど、なんかこう、ありのままの自分っていうものをこう、認めてもらえたり、受け入れてもらえたっていう実感が、あまりこれまでになかったりするのかなと思ったんだけど、どうかな。うん。そうだった場合ね、やっぱそういう、あの、認めてもらえたとかっていう実感をした時とか、そういうしてる時って、こう、いない方がマシだなとかって、あまりこう考えたりしなかったりするんだよね。うん、だそういう部分でいくと、まあね、なんとなくこう、なかなか親御さんとの間でなかなかそれをこう、自分を出すとか、まあそれに対してこう、こっちが子供から求めるリアクションが返ってくるかとかって考えると、やっぱね、すぐにちょっとこう難しいところもあったりするし、まあ先生ともね、あの、いい関係が続けばいいなと思うし、うん、でそのありのままのね、ありのままのなんかこう、キャラで塗り固めていない自分自身のこう思いを出すってさ、怖いことじゃない結構、うん、でそれが結構日常の中だと、なんかそれが例えば先生だったり友達だったりに伝わるとそれが広まったりするようなさ、うん、ことも考えると下手に言えないようなことっていっぱいあるじゃない、うん、だそういう部分、うん、だそういうのがあればさ、なんかこっちに送ってもらっても、あの、吐き出し用のメールアドレスとかもあるし、うん、なんかって一度そういうのをさ、試しになんか自分、あなたの中でもなんかこれで自分が変わるかどうかみたいなさ、なんかこう今の辛い気持ちがちょっと変わったりしないかなぐらいな、うん、なんか そういう試す気持ちででも全然いいと思うし、うん、なんかそういうありのままのもともと自分の中にこう押し込めてるような思いだとかっていうのを全部こうさらけ出して、きっとなんかそれがね、すごく辛いんだっていう思いだったとしたら、きっとそれだけあなたは苦しんできたんだと思うしね、1週間毎晩リストカットするくらいだもんね。そういう押し込めてる自分っていうものが、なんだろう、うん、例えるとね、うん、なんかそういう元々の自分がなんかずっと監禁されてるみたいな、うん、でそういうのを、でその監禁されてる自分はやっぱり外に出るのがすごくなんかこう怖い感じがして、うん、なんだけど一回出てみたら、あ、大丈夫じゃんで思えた時って結構こう安心感を得たりだとか、だからそういうのをね、一回こう文章とかで吐き出してみてっていうのをやってみるっていうのは、まあ一つ手かもしれないね。はい、ということでございます。まあどうしてもね、自分自身ではそう考えちゃうかもしれないけど、まあ死んだ方がとかいない方がマシだとかってね、うん、でもきっとそんなことないと思うよ。うん、まあこうありのままの自分を出せる居場所っていう意味合いでもよかったらさ、またいつでもお話聞かせてね。うん、こうどんな本音ぶつけてきても大丈夫だからさ、うん、お話聞きたいしね。うん、まあその先生とのさ、そういう会話がこう、まあ居場所に、一つのね、そういう居場所になったらいいなって思うんだけどね。うん、まあこう何かまた分かることがあったらさ、その分だけこう何かまた言えることがあるかもしれないしさ、うん、またよかったらいつでもお話聞かせてね。うん、ということで、ゆうほんでした。バイバイ。ありがとう。チャンネル登録お願いします。